はい、それでは、コーラリゼーションですね、合唱編曲をいよいよ始めていきたいと思います。まず、頭から、前回言ったようにちょっとね、レイアウトを整えながらやろうと思っていますけれども、冒頭の A メロはなるべく原曲に近い感じでと思ってますので、ソプラノだけ、もしくは、アルトにも少しハモらせるっていう手は、あるっちゃありますよね。これ原曲がこうなんですけどもね、ちょっとあんまり綺麗な響きの配置ではないんですよね。でもこのね、この例えばクラシック的にはね、ここで例をこう重ねているのとか、これで例を重ねているとか、ここでフィスを重ねているとか、ちょっと避けれたら避けた方がいいかなと思いつつも、とにかく前半は、これね、この曲の前半のね、ちょっと音が足りない感じ、素朴な感じとか、醸し出している要素でもあるので、ちょっとこれをこのまま生かしましょうね。なんかリッチな響きにすぐにしないっていうかね。これね、やっぱりアルトつけてハモらせてしまうと、ちょっと最初せっかく音が少なめに書いてあるのが、ね、本域上がっていくから、アルトにもちょっと助けてもらいながら、ちょっとこう ここでアイスの音を、ここもね、思いっきりこうリーディングトーンが重なっちゃってんだよね、ピアノのパートがね。ここちょっとこういうとこですね、申し訳ないけど、ちょっとここピアノをこの同音ですね、重なってんのがちょっとね、限定進行音の重なりが気になるので、ピアノの音を変えてしまって、代わりにこっちをサンドでハモってもらいましょう。こっちに、こっちにアイスを入れる。そう、これだね。ちょっと今 A メロはね、そう、なるべくこのピアノの、なんていうの、真ん中の、ドよりも高い音、つまり、ちょっと切なくキラキラ輝くような素朴な感じ。っていうものを失わないように、今男性はまだ今のところは休みで、アルトにはところどころ歌わせてる、歌わせるところどころとか歌わせるんですけども、例えばソプラノだけの響きを作ったり、アルトとソプラノがこうユニゾンで歌う瞬間を増やしたりとか、ここもユニゾン、ともいきやソプラノだけが歌って、またユニゾン、ユニゾン、それからここのね、完全ヨドの響きとかね、これピアノとぶつかるのか、きれいかな、今言ってたのはこのソプラノのディストね、
このソプラノのチェスが、まあ、原曲でも多分ぶつかってるんですけども、これをそのまま採用するかどうかっていうのを一瞬悩みましたが、多分綺麗です。そのまま使います。ここだけちょっとね、ちょっとポリフォニックにっていうと大げさだけれども、少しあるとね、遊び、ユーモアを入れてみたって感じですね。ディラララララララ、ここもね、バスが C で第二展開系、ね、アルトもわざとちょっとこれソプラノとヨドを作ってハモらせる、まあ多少空虚な感じ。その代わり次でね、サンドでがっちりハモって、合唱っぽさをここね、ここでサンドでちゃんとハモって、ちょっとこの何ミリ何ミリって邪魔だな。どうしようかな、外すかこれだけでも、よいしょ、というような感じですかね。で、この後は、男性が入ってきて、少しね、ビートも立ってきますので、ピアノをね。ちょっと、ピアノ低音の方を足しながら、男性の方も、入れていくという感じにしようかなと思います。ちょっとここら辺ピアノに厚みをつけてみましょうかね。ちょっとここのぶつかりは遊び心のつもりだったんだけど、アルトのおそらくやりすぎだな。声の方はもうちょっとまろやかにもうちょっといくでしょうけど、どうするか、アイス重ねちゃう？声だとね、ちょっとクラシカルに響きすぎちゃうと思うんだよね、アルト A にすると。アイスにこれをわざとアイスを重ねちゃおうか。で、これも実は和声音なんだけど、潜入的な音にもちょっと続く感じでね。オーディハソシ、これ全パート同じリズムにした方が良さそうだね。ここシミ、ファソ、はい、こんな感じですかね。ちょっとピアノが、ちょっとこれピアノうるさいかな。ここ音出しましょう。本当にわずかだけども、
ましょう。知恵がちょっと多いと思う。そうすると当然これは言っても基本この、尺やメロディーはもちろん踏襲しましょう。なるべく、なんていうのかな、あのファンの人にとって、原曲が保持されている、でも合唱が入って、なんていうのかな、豊かになってるとか温かくなってるとかね、そういうようなバランスに聞こえたいよね。あんまりやりすぎない。この A の音っているかな、これって A の音本当に入ってたかな。ちょっと待って、もう一回聞いてみよう。やっぱり1度だね、1度ですね。つまり、この感想を今ちょっと付け加えているんですけども、少し盛り上げちゃうか。この後が音符が少なくなって静かになりますので、そうね、試しに何回入れてみましょう。後でまた考えるとして、これわざとどうしようか。ピアノのエースと、テノールの軽流音でぶつけるかね。弦8度で、これね、これとね、これでね、まあいらないけど一応こうやっといてもいいね。完成をね、まだ活躍させる。この後ね、あの静かなところ本当はね、静かなところ本当は女性で当然やりたいところなんだけど、ちょっとあえて男性にしようかなと思ってんですよね。テノールあたりに少し切なげな表情で歌ってもらったら素敵かなというふうに思ってます。そうなってくると女性はその後オブリガードなんでね、なんでここでは少し男性にオブリガードというか、いや対戦率をちょっと演奏してもらおうかなというふうに思って今考えています。ちょっとここはエモい音を作って、エモいぶつかりを作ってですね、相沢らしいと言われそうだな、ここはな。